久しぶりのアフレコです。やっと東京就活旅行3本目に入ります。こちらはつばの広い帽子で有名なアパホテルの六本木。愛すべき私のモラハラ夫モラとはここでさよならです。別れ際はハグでもキスでもなく、トランクで頭挟まれるというひどい仕打ち、モラというか虐待です。こちらの動画は就活家族東京旅行シリーズになっておりまして、1本目、これが2本目になってますから、全部ご覧になってから今回の動画をご覧ください。ということで、ここからはモラ抜きの塩息子ソルとの就活2人旅になります。ホテルに荷物を預けて、ソルを引き連れてまずは新宿へ向かいます。当チャンネルのメンバーシップの初のオフ会からスタートです。就活というか挑戦ですね。リアルの流儀へようこそ。こちら50歳主婦リアルの波乱万丈なおしゃべり Vlog となっております。いろいろややこしいこといっぱい抱えてるんですけれども、まるっと楽しんでいきたいと思っております。アラフィフ世代の皆様の気になる話題がてんこ盛り盛り込まれたチャンネルとなっております。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、初めてのオフ会会場は私が個人的に思い出深いシズラーで行いました。参加者様へのサプライズ特典は生息子の挨拶でした。ソルがいるとテンパるので証拠動画は撮れなかったんですけれども、後ろ姿だけでもと立ち去るとこをね、写真撮ったんですけど、もう姿はありませんでした。メンバーシップオフ会第1回目です。はい、ありがとうございました。名古屋と埼玉からご参加いただきます。はい、私の大好きな都会を感じながら楽しい会がスタートしました。シズラに凝ってた頃はコロナなかったの、うん、あ、でも昔だったかもしれないね、うん、いただきます。いただいてます。結構パリパリなのよ。パリパリやん。うん、結構パリパリなのよ。パリパリのサックサク。これスナックやん。つまみっぽいっていうかさ、うんうん、パリパリして。ラスクじゃないけどね。チーズトーストじゃないね、うん、いや、チーズトーストだけど。昨日おととい銀座で日本発祥のとピザトースト食べた。ああ、そこね。見ました、見ました。見てくれました。見た見た見た。昨日のやつも車の中でさ、日報書いたんやけど、うん、メンシップの日報、うん、Wi-Fi とかの関係でエラーで2回失敗して結局バレやれへんかった。今日の夜やります、2日分。本当に言うけど本当にお目にかかれて嬉しいです。いや、こちらの方こそありがとうございます。やっぱりこう、こんな風に言っていただいて違う、うん、違います。本当変わんないね。見た目がですか、喋りがですか。喋りがいいっすね。喋り面白い。結局見た目が全然違うっていうことだったんですけれども、まあ褒めていただいてるということでよろしいですか。喋り込んでたらサラダ食べれるようになるから、これなんかあのソフトクリームも楽しみやから、うん、ほな行きましょう。はい、はい、見て器用でしょ。撮影しながらやってきた。すごくない。すごいでしょ。3年間これでリアルすごいです。ありがとうございます。ちょっとさ、やばいんだけど。でしょ。メニューがさ、昔よりももっとハイクラスになった。そうなの。前から変わってるの多いじゃん、ビーツとかさ、うんうん、そうだね。夕飯いらんでしょ。うん、メニューで食べるけどか、うん、みんな行けるんだったらさ、都庁行かない。あ、いいよ、展望台。当たり前よ、ほら、東京観光みたいな。いいじゃない。全然全然みんなね、よく落とさないで。うまいでしょ。ただめっちゃブレてる。いつものごとくカメラ酔いにご注意ください。あ、なんだよ、マジそんなんもあんの？普通のパンがあるから。普通のパンがある。もう取り切れないわよ。え、何これ2皿目？うん、何こう綺麗に持ってんの、うん、これ。見てごらんよこれ。てんこ盛りで。わけわからんわよ。自分で焼いて。自分で焼くのめんどくさいな。焼いてあげるわ。ほんと？スープも取りたい。これ置いてくるわ。親友にパンを焼かせるやからです。いや、もうどうしましょう。盛りすぎなんですけど。いや、めっちゃ。めっちゃ上品なんですけど。いや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 、てんこ盛り。何回も行こうと思ってる。行きますよ。ちょっとまだなんかパンとが来たとかスープがあるとか言ってるんで。そうそうそう、取りに行きませんの。あ、行きます。行きますよ。そんな何枚取ってもいいのかみたいですよ。はいはい、行きましょう。ということで出来上がりました、グロ盛りリアルサラダです。見てこの他の人とのボリュームの差、明らかに私だけてんこ盛り。今回のオフ会は最初で最後かもと思いながらの初挑戦でした。皆さん言い方でね、もう無事に実現して、すでにもうこの時点でホッとしてました。縁も竹縄ではございますが、1件目のタイムリミットとなりました。
一番右にいらっしゃる P さん、タイムリミットっていうことで、記念撮影させていただきました。和気あいあい。はい、何を隠そう、都会大好き50歳主婦。高層ビルと緑のこの感じがたまらなく好きなんです。都会ならではなこんなものにも遭遇しました。はい、ドーンとそびえ立つ都庁、ここに登るのも人生初です。地球の歩き方で東京を無料で楽しむ予習してたんです。メンバーさん巻き込んでいざ出陣です。もう一人来るかもって言って、さっきからメッセージが来てんだけど、喋りに夢中になって熟読できてるのって、今私たち話盛り上がっちゃってね返信遅くなっちゃったら本当のことだからさ、幹事もやっていろいろ連絡取っておしゃべりもせなあかんし食べなあかんしね、もうテンパりまくりだったんですよ、ごめんなさい。あ、飛行機飛んでる、空飛ぶわな。割と高いよねここね、はい、下見たら、うん、怖い怖い。はい、あっちこっちですぐ写真。こんなところに弥生さん、外国人にも人気ありそうですもんね。あ、暑い。高尾山で私安倍さんに会ったの。そう、どこやろうと思って、これ全然見えないね。天気は良かったけどガスってました。一周したか。とにかくね、外国人が多かった。西洋人が多くてびっくり。それでは新宿都庁から見えるナイスビューをご覧ください。は、見つけましたよ。これちゃう？これですよね。これがスカイツリーですね。前回動画につながるこのセリフです。はい、まだまだ続きますよ、ナイスビューが。ん？これちゃう？もしかしてこれが前回スカイツリーと間違えたやつじゃないですか？ですよね。あれ？東京タワー見落としました？ごめんなさい、うっかりしてました。はい、それでは三次会ですね。フレッシュネスバーガー行きました。根気よく連絡くださって駆けつけてくれたメンバーさんと合流しました。美味しいですよ。ありがとう。美味しいこれ。桜ベリーベリーソーダ。東京は桜が散ってたんですけど、飲み物だけでもお花見気分。それでは三次会、三次会、はい、行きたいと思います。三次会だ。はい。はい、私はもうすでにノンアル。主語が2人。美味しいね。うん。うん、はい、3次会じゃなくて4次会ですね。タイ料理行きました。生春巻きも青パパイヤのサラダもパッタイも私の大好物。美味しいお料理と楽しいおしゃべりで盛り上がってたんですけど、メンバーさん王さんの新幹線の時間がやってきてしまいました。しかし皆さん驚くなかれ、この1次会から4次会全部近隣で住んでるんですよ。さすが都会。しかもどのお店も良店。タイ政府認定という私好みのお店でしたよ、ここも。リアルも認定しちゃう。外に出りゃライトアップされてたさっきの都庁が綺麗。東京最高。すごいんですけど、東京タワーがすごいんですけど、ザ東京なんですけど、すごいの。おのぼりか、私はおのぼりだ。すごいんですけど、いや感動感動。六本木を一人で夜歩いたこと初めてかもな。東京タワーが撮りたくて横断歩道なんか渡っちゃったりなんかして、うん、で、うん、六本木に謎のスーツの女たち。何？東京タワーに向かって歩いております。あ、お腹痛い。あ、痛くない。しばらく撮影を自粛しておりました。リアルでございます。突然撮り始めましてですね、あの、ろくに一人でまだ喋ってないので全然ダメです、喋りが。だって撮らずにいられます？こんなに魅力的な夜景が目の前にあるのに。はい、旅行先での自分手配のホテルは大抵アパです。体調不良でキャンセルも前日まで無料なんで、今回は初めてアパホテル&リゾート、リゾートつけてみました。どの辺がリゾートかは冒頭のエントランスと後ほど出てくる屋上に秘密があります。ホテルでの荷物整理はリアルには必須なんですけれども、鏡台の上がもうすでにしっちゃかめっちゃかです。ソルが大浴場の間に片付けよりもデザートを優先しました。
毎晩毎晩ヨーグルトパフェ作ってるんですけれども、旅先では即席です。オイコスにバナナぶっこんでほぐしながら食べます。旅行中毎日やってた。何かと喉をやられて風邪っぽくなっちゃうので、銀鏡酸という漢方薬を投与して寝ました。寝たのは確か明け方。数時間後、不要な目覚ましに起こされて、その直後に事件が起こりました。アラーム止めて、まだ眠いって枕にダイブしたら、すぐそばにあった机の角が眉間にぶっ刺さったんです。マジで死ぬかと思いました。もうちょっとで失明するとこですよ。顔真っ青。ちなみに皆さん覚えてます?モラに送ってもらってきた時、モラにトランクのドアで後頭部挟まれてますから。これはもうモラの呪いとしか思えません。東京旅行で興奮して睡眠不足に拍車かかってる上に頭打ちまくって寝るところちゃいます。はい、翌朝病院行くの?どうするの?私なんかね、頭朦朧として全身ムチ打ちみたいになってました。目は落ち込んで、まあ一応化粧しましたけどね。どうせ就活旅行で来たんやし、死ぬならそれも本望やっつってぼっちランチ行きました。アットロポンギサプライズ。就活っていうんで、25歳で上京した時から行きたかった有名な念願のキャンティーに行きました。本店が良かったんですけれども、たまたま運命的に見かけた支店でいいやってことで入店しました。まさかの本店だったとは、後から調べて知って相変わらず持ってるなって思いました。地下はドレスコードがあるレストランなんですけど、私は上のカフェで食事しました。キャンティーといえばバジリコなんだよってどっかに書いてあったから、迷わずスペシャルにしました。頭大丈夫かなって不安になりつつ、タンコブとか青タンがないのが逆に心配だったんですよね。待望のお料理は、これのみ?大きく見えるでしょ?実はめっちゃめちゃちっちゃいんですよ、これ。パンだって一口で終わるよ、一口で。これで2750円ですよ。この葉っぱ。庭で摘んだばっかりなんやろ。そう思うしかありまへんわ。コーヒーついてるだけよかったけど、これもちっちゃい。カトゥーンの亀ちゃんも好きだったというドレッシングが変えただけでもよかった。あ、そういえばうちのモラね、一人で徳島まで運転して帰ったんですけど、どないなっとんねんって、前日の夜にメッセージしたんですけれども、着いたっていう私のメッセージに、今着いた、妹と電話してるよって。私には連絡もなく、妹と長電話?おかしない?ま、気を取り直しまして、はい、念願の憧れのお店が消化不良だったので、すぐさまリベンジ決行ですよ。夫にもなんだかなって思いながらね。はい、次々にね、行き当たりばったりでもプランを思いつくのは、普段から情報のアンテナを張って、情報を収集して、分析して、整理している賜物だと思います。場所をミッドタウンに移しまして、向かった先は、そう、ずっとミスドで我慢していた都市鎧塚です。あ、呼び捨て。期待していた桜はどこも残念だけど、お店のメニューはどこへ行っても桜です。そもそも川島直美さんのご主人様っていうことで最初はこのお店を知りました。私が東京にいた11年前もどこかしらにお店あったんだろうけど、食す機会もなくてね、やっとミスドじゃなくてモノホン鎧塚を食す時がやってまいりました。死ぬまでにしたいことリストトップ100に入るほどのイベントでした。ショーケースに入っているケーキもここで食べられたんですけど、せっかくですからお店でしか食べられないメニューをチョイスしました。なんと月出しが出てくんねん。柚子チョコでしたっけね。そしてメインディッシュは目の前でパティシエさんがデコってくれます。チョイスしたのはフォンダンショコラです。かわいい。TPO に合わせて小指もお立てになっております。はい、あくまでもお上品に。何から食べようか熟考しております。がっつかないよ。なんかね、ピンクの生クリームからいただきました。生クリームってもう一回確かめの。ジェラートもいきますね。うまいって。サプライズ!美味しすぎてびっくり。超うまいって、囁いております。いつメインにたどり着くんでしょうか。周りだけでも満足です。
いろいろ上に乗っかってるものをどけつつのケーキ入刀です。あ、決定的瞬間を取り損なうところでした。めっちゃ美味しそう。うるせえな。興奮して何言ってるか分かりません。テロップ入れられません。目ん玉ひんむいて西川清でございます。清悶絶しております。いやもうね、口の中で革命起きてたと。そこにピンクの女性が、ん、なんでそこで止まった分かってて止まった。さすが東京ギロッポの女や。立ち止まるとこよう分かっとる。このフォンダンショコラに合うって書いてあったミルクティーです。これたしなんでおります。はい、ピンクの女ギロッポンさん、おかえり。なんか芸能人っぽいな。私芸能人よく見かけるんですよね。そうかもよ。一方こちらはギロッポン女には決してなれない、イケてない女です。いやでも誰よりも鎧塚を全身で感じている女です。最高。はい、ミッドタウンはこれにて終了。とにかく弾丸ツアーです。我が家のメインバンク、みずほへ行きました。徳島は1店舗しかなくてほんと困ってます。次のターゲットは六本木ヒルズのシンボルですかね、大きな雲さん、懐かしいです。ソル連れてよく行きました。次回の動画で出てくる幼馴染の A 君とソルと蜘蛛の図です。ヒルズでの目的はなんとザラ。徳島にザラがないんですよ。とりあえず時間なかったので軽くパトロールをして終わりました。撮影したろ、親友が来ました。なんでやねん、すこんない、もう再会の瞬間だろう思ったのに、なんで突然現れた親父が。なんとんない、とんなやって言われても撮るやろ。なんだよ、なんだよ。おいさつ何年ぶり、いつおったかも分からない、覚えた、ちょっと後でゆっくり思い出すよ。K ポンとは19歳からの付き合いで、今回は11年ぶりです。死ぬまでに絶対会っときたいからっつって、この度久々に LINE しました。ちょっと何使うねん、どうでもいい、出すから出すなや、そんなもん出すな。ほんなモザイク入れとくから、ハゲのとこだけ見せるよ。全部丸見えや。撮るで、撮ってもいいけど、入ったことないからどっちに抜けてる。あ、だいたいあっちって野生の猿か。こんなとこ来たことない私。上からあるやん、なんか、うん、あの緑のこう思うと。え、緑？緑やね。あ、これ森のこと言ってる。うん。あの雲のでっかいのあるよな。あの辺か？オブジェあるやん、なんかお化けみたいな、ハロウィンみたいなあるやん。いや知らん。嘘やん。え、こっち？私に言うてんのかなこれ。あ、ここでもいい？そんなん東京ってないの？そうないの、この辺に住んだらなんか別に多分誰からも何も言われへんやろけど、ああすごい白い。多分声はかけられへんとは思う。そうなんや。うちの息子も一万円タバコ吸いよね。何生意気な。いやろ。いや私の前では吸ったことない、見たことないけど、持ってんねんタバコを。それは、うん、吸ってるよとか吸ってんのかとも言わへん。いや言うよ。あんた吸ってんの言うたら吸ってるよって言うけど、家でやめてや火事になるからっつって。神、カジカジ、じゃ神巻きのやつか。あ、そうよ、普通のタバコ、普通のタバコよ、緑色のやつ。いや分からん、分からん、なんかメンソールやな。あ、なんかそうやと思う。お酒あんまり飲まれへんねん。で先輩と飲みに行ったりするときに、お酒もタバコもできへんって言ったら付き合いが悪いじゃないけど、そんな感じやからあえて吸ってるみたいな感じよ。あ、ほんま。おすげえ、これ綺麗かったんやろな。あ、そうそう、そう、綺麗。桜を見ながらイタリアの食事をするっていう親戚の行事があったわけ今回。で、椿山荘でってこと？椿山荘で。え、東京で？そうよ。あの東京に親戚がおるやん、おっとな。
親戚一同全員集まってん、結婚式みたいに。あ、そうなの。そう、それで来たの。そう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 。それでな、なんで、いや、なんか全員揃って来てんなと思ってたけど。うん、あ、これで来たの。ちなみにケーポンは家族ぐるみのお付き合い、私の両親のお気に入りでもありました。あの実家の片付けの家にも仲間みんなで泊まりに来てくれたことあります。散々歩きながらこの調子で喋ってたらなかなかお店決まらんくって、やっと着いたのお店がここ。これで3枚かな。ゼロはゼロって前。はい、乾杯。3かけてもゼロってか。誰がゼロやねん。再会に乾杯で、うん、うまい。うん、私は頭ぶつけてるからペリエで我慢。今日はそれ破ってるやん。あ、そう、いいね。だ、飲み会とかは OK、ね、イベントことがあるときはいい。で、今もそれしてんねん。休みの日と休みの日の前は飲むと、ね、うん、で、基本いい。そうね、まあ、外の時もあるし。父ちゃんと田吉、うん、はどこにいんの。働くのどこなん。東京やけど、うんうん、みんな同じとこな、あの会社前と。そう、いやね、俺も一緒、まあ一応な、うん、結婚は続いてんの、あの美人さんと。あ、続いてんじゃない。続いてんねや。そうか、よかったか。15年も月日が経てばそれぞれにいろんな物語があったであろうの。私もありまくり。子供はどうなんよ。子供は、子供はな、賢そうな。いや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 、溺愛してるじゃん。下は賢いな。あ、下賢い。下は女の子やろ。うん、下賢い、うん、何歳。5。おお、もうそんな大きなったか。いや、まだまだやって、あと何年働かなあかん。もうええでよ、この話。ええで。え、ちょっと待って、うちの夫が38の子。違うがな、わしだって43か4ぐらい下の子。気が遠くなる。だってもう、そうや、そうや、そうや、だって今50で5歳やろ。まあそんなもんや、45は。はあ、いや、だってもううちの旦那なんかさ、もう仕事早く、1日でも早く辞めたいって言ってて、まあ息子今3年、大学3年やけどさ、大学院に行くみたいな感じになってんねんけどな、うん、行けるか行けないかみたいな感じでさ、うん、で就活もしてないから大学院行かれへんかったらニートになってまうわけ、うん、だから夫にそんな1日も早く辞められて困るわけよ。それでも就活は一応保険でやっとかんとらん、危ないな。そうそう、言うていいよ。いや、言わなんだよ。だって言うても無駄やから。まあそうやけど、じゃあその現実を知らんわけよ。ああ、まあな、それはまあ、うん、から言ってもらうのが多分。旦那はもう、まあ、未だにケチョンケチョンに言われてて、うっさい、黙っとけとか言われたらシュンとしてるじゃん、うちの旦那。あ、旦那、旦那に息子が、そう、ほんま、今回東京に来るって話になった時に、うん、もう私は普通に院に行けるって言われとったから全然大丈夫やと思ってて、うん、もうホテルとかも全部押さえた後に、おかんなんかやばいわとか言って、いや、俺院行かれへんかもしれんとかで言い出して、うん、東京行ってる場合じゃないかもしれんって言うからさ、あんたええ加減しやっつって、そんな今頃言うてどうすんねんとか言って、ちゃんとしときなさいとかって言ったらさ、知らんかったしとか、なんかぐち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 言うとって、ほんなら旦那がさ、普段あんまり何も言わへんんだけど、就職とか進学とかそういうことすっごい興味あるし気になるわ。で、それ聞いた瞬間に奥から出てきて、それやばいんだけどとかって出てきたわけ。で、それを言う、ちょっとマジマジやばいやばいとかって出てきたら、息子がうっさい、なわとか言っとけ、こんどけっつって、息子がせやほんま。そしたらそれ以上もう旦那シュンやで、何にも。マジで。そこで私が怒るわけ、あんた何のかってこっち来てるのっつって。そんなこと言うたらわしもただで済まさへんの。首ネック捕まえてもあんねん、誰に何言ってんじゃんぐらいって言うて、それを私がするわけ。あ、そう。いや、だけどもう向こうもええ年やんか、高校まではそれでやっとったけど、でも高校の時はそれで行ったらもう負けてた、来るもん。あ、ほんま。逆にもうバーンとか言っとったら やり返された、ま、吹っ飛んだもん私。あ、ほんま、うん、あ、もうこれ殺されるなと思ったから。もうやめたわけ。もうほっといてもどうなってもええわと思ったら、まあなんとか行けたからよかったけど、もう、まあ、受験もろくにちゃんとせんとさ、なめとったから。いやいや言ってたな、受験の時。そうよ、そうそうそう。で、なんか委員のこととかも聞いたよ。あ、まあ、過去問がどうのとかって言ってた。そう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 、解かんと終わったからな。過去問、赤も赤本やらんと。入ったらええ。まあ、入ってるんならええ。全部新品でメルカリ売ったから。転んでもただでは起きないおかんかな。それはちょっと意外やな、おじさんがな。いや、旦那全然やで。私にはたまに切れるんだけど、まあ、普段は基本的にそんな怒鳴って何か罵るみたいな感じ
なんかできひんみたい性格を、うん、優しいじゃないんで。あ、そう。なんやろ。ええよ。下手なんじゃん。ただの下手で。ポンコツ下手で言うけど。なんか、いや俺知らんで、俺、うん、お前のやつとかもあのリアルなやつとか何もあんまりほぼ見てないけど、うんうん、ついてる時ぐらいは見てるけど。うんうんうん。なんか出てるで最近息子あの旦那。あ、ほんま。顔出しで。あ、そうなんや。そうそう。へえ。全然。あ、ちょっとそれ見てみる。あ、見て。いやでも旦那をテーマにしたとかじゃなくて、もう常にだからこれも今撮ってるけどさ。あ、なんで撮ってんの。ちょっと止めとくか。あの。ええけど。ええんかーい。次のお店では同期の A 吉と S 陣が待っていてくれました。すいません、久しぶり。全然変わってない。久しぶりです。いや、ちょっとほんまに変わってへん。うん、変わってへんの。スポンだけ変わってへん。俺はちょっとだいぶ親父も十何年ぶりよ。あ、そうなんだ。結婚式もあったんだ。ああ、そうか。A 吉の結婚式で会った以来の15年ぶりでした。みんな若い。あ、お飲みの、はい、ちょっと飲もうかな。ほな、恵比寿の生。はい、ちょっと倒れたら頼むで。救急車で。ちゃん、見て、ここ怪我してるやろ。ここ、血が出てるやろ。切れてるやん。一説明して。え、なんで俺やってんの。俺ホテルで一緒に打ったよ。ホテルで寝てて目覚ましが鳴って起きるつもりなかったのに、そうでパッと起きて消したんやけど、そのまんま眠かったから倒れ込んだわけ。そしたらアパホテルがあまりにも狭すぎて、ベッドのすぐ際に椅子があったの。背もたれが。これこれ、この角っこ、これで死ぬところでした。はい、乾杯。はい、全員入らない。めっちゃブレてるし。はい、ありがとうございます。息子がもしかしたら来るかもしれませんので。もし私がこの世にいなくなって、何かソルが困った時に頼れる先を作っといてやるのも就活かなと思って、彼らの出産祝いにいただいたチャイルドシートに育てられたソル、彼らのおかげで今があると言っても過言ではない。なかなか現れず、何度も最速電話して呼びつけてやりました。そうだよ、ね、もう友達に邪魔やってる。もうすいません、音が悪すぎて編集不能です。息子の出し巻きを頼む声だけはしっかり聞こえました。え、ライブの時はチラッと映ったことあるけど、基本的にでもライブの時は言ってはるってことは、うん、マナー的に。そうよ。お前のどこにマナーがあるの。ありますよ。失礼なやっちゃな。失礼。三脚持ってきてる。お前こんなとこ三脚立てるやつおらんから。大丈夫。このぐらいの高さのやつだったら大丈夫。バレないから。それそのやつ。器具もいろいろ買いましたけれども、結局スマホ一つで3年間、皆様のおかげでここまで来れました。帰り際にみんなにお土産を渡しました。大ののりプラスカールか、大ののりプラスミマからか、大じゃんけん大会で大盛り上がりのおっさん3人。あ、それでも行くか。行くか。みんな付き合ってくれ。ありがとう。あ、見えてるやん。あっち目がけてきゃ。いや、あれ違う違う、逆逆逆ちゃうの。お前こっちやっつって。頭危ないから。いや、あたしじゃなくて、かし私が亡くなってたら犯人の写真はこれな。いくら払った紙を。いや、それは息子の分も入ってるから。お前えらい子だな。お前ザラちゃうやん、それ今美容院の話。美容院。いや、まあ同じぐらいの高いやないか。そうや、同じぐらいってことや。もうさっきからツッコミが大渋滞でテロップ不可能。じゃあまた、はい、ありがとうね。またあのリアルの流儀を登録してください。よろしくお願いします。またね。で、4ヶ月後。この A 吉の言葉にハッとしました。生きてればまた会えるんだなって。元気でいなくちゃね。頑張ってくるわ、これを楽しみに。お前、まあ、またありがとうね。あの、まだな。
バイバイ。ありがとう。名残惜しいやないか。これしんどいんやけど。死なずに済むかも。思ったほどお酒も効いてないわ。大丈夫？大丈夫？心配性やから。そうそう、お前だから大層すぎんねん。どこがシャトル開いてんの？いやでも今日もあの昔の私やったらごめんって言ってキャンセルして病院行ってた。ああ、まあそうかもね。うん。でももう今日飲みに行って死んでもええわと思って来たから。ちゃうねん。もう悔いないわと思って。え、ちゃうねん。いやだってこれでキャンセルして病院行ってそれで死ぬんやったら飲みに行って死んだ方がええわと思ったけど、その姿勢がちょっと違うもん。食いろ違うもん。なんか言い切れる。これ運動してないからよ。お前が命ばっかりし運動してないからやん。いやでも歩いてる。徳島でどんだけ歩いてる思てんねん。しかしなかなか今回お前使ったな。使ってるな。新山荘だうんぬんはよっけの行事のあれやし、私は関係ない。なかなか使うだね今回ね。うん、そうね。せっかくやし精神がちょっと。ほんまにこんなんぐるっと思ってなかったからさ。ああ4ヶ月に1回これやってたら破産するからうち。YouTube 頑張るよ。 YouTube 頑張って登録者増やして。4ヶ月分頑張ればなんとかなるよ。そうね、うん、頑張る。もうちょっと登録者増やして。ちゃん登録すんねやで。ちゃんとしといてや。しといてチャンネル2つあるから2つしといてや。次やった時みんな確認すっからな。サブチャンネルもリアルの流儀ともう一個ない。リアルの流儀とリアルのしゃべり。あ、しゃべり、はい。しゃべりで勝負してますから。今度4ヶ月後の時は YouTube ライブするわ。うん、この4人やったらメンバーシップあたりから飲み会の模様をライブ配信するわ。あ、そうなん。メンバーがちょっと誰やねんこいつ。だから、いやだけどメンバーさんはお金払ってまで私の見たいと思ってる人やからありがたい話やねん。ほんまほんま。あれお前このおばはんのお前あの大学時代の友達だって、ああ、知らん人出てきたって言って喜ぶで。似たようなセリフこん時も言われたな。去年の夏に東京来た時にカプリチョーザのメンバーと会ったわけ。ああ、そうそうそう。でその時の模様はもうほぼ全部撮ってて、もうカメラ置いたまんま。ああ、それを動画にして出したのよ。あ、ほんま。みんな見て喜んでくれた。いや、いいんじゃない。ほんでみんな顔出ししていいって言うからさ。そうそう、顔出して回せばいいんじゃないの。ええー、のこれ出すでさ、いいの顔出す。いい、口聞いてないけど。ほんまいいんじゃん。いや、てかあんまり撮ってない。撮ったからごちゃごちゃうるさいし、まあね、あいつはこっちの方がごちゃごちゃうるさいと思ってたと思うけど。今日も聞いてくれたから帰ってちゃんと俺言うで、私、まあ、息子にありがとうって言うで。まあよう付き合った方や。そう、いやでも嫌じゃないはずやねん多分。あの関西のノリ好きやし。だけど私に言われて来てるっていう自分がちょっと嫌なんじゃない。マザコンって思われたくないとかさ、いろいろあるんじゃない。現にマザコンちゃうしな、塩やから。全然違う。塩塩マザコンでは全然してない。そうやね。さすがは相棒や、よう分かっとる。すんません、ありがとうございます。いやえ付き合ってもらって。あのここやろ私。マンション、マンションちゃう、ホテル。それか。うん、アパ2つやねん。あ、そうか。ほら見て綺麗、最高や東京。たまに青に変わったりするからな。そうね、ピンクとかね。そう、ほんで夫がさ、65になったら東京に帰りたいって言うてんねんや。ああ、だからもしかしたら引っ越してくるかも。ああ、そうなん。そしたらまたよろしくね。ああ、ほんまやな。わ、うん、からんけどな。てかもうすぐやん。そうやねん。さーん、徳島でずっとはあれなんて。そうそうそう、だから友達がな。そう、うん、知り合いがな。うん、そう、でも私的には友達は東京の方が多いんだけど、うん、あの親戚関係が徳島やから、まあ、なんかあった時にとか。で母が今あれやんか。あ、そうや、お母さんだけの話や。そう、まあでもさ、私が元気に行ったり来たりできるんであれば飛行機で行ったらすぐやからな。どっちがあの涙を飲むかっていうとお前や。そうね。むしろ私の方が東京戻りたいねん。よかったんか悪かったんか、コロナ禍やからうちの母が認知症になって施設に入ってからさ、そんなに行けてないから。でも行けるっていうことに気づいたというか。そうそう、っていうかそれしか知らんから、うん、うちの母は。まあそうね、しょっちゅう来てたのに来てくれんあの子ってならへんやん、はい、もう分かってないから私のこと。ちゃんって私に言うねん自分の名前。ああ、そう。で、何言うてんの、私娘でって言ったら、あんた私の娘なんてこの間言うてた。あ、
せやでって言ったら、あははは言って笑ってたわ。もう笑うしかないよ、こっちも。いや、まあまあ、大受け。あんたらですなんか言うて笑ってんじゃん。おろう。あの、バルミンスタイル。オフゴブリ。え？次のアイリッシュバイ。え？あそこで二次会したん？私も来たやつ？そうそう。ここやったんか。知らんかった。気ぃ使ったぜ、お前。誰に？なんか挨拶してくれって言われてた。緊張してなかった？余計なこと言うとあかんなと思う。ああ、そっか。あ、お前のあの、マキシムのパリの時もそうやった。亡くなってしまったからな。あ、そうそうそう。あれも。あれお前あれやで。え？マキシムド・パリ亡くなったんやけど、うん、銀座シックスってあるんですよ。ケーキ。そう、うん、そう。それ私知って去年息子連れてった。あ、連れてた。ほんでこれお母さんとお父さんがやったやつやでっつって、はいはい、写真見せて、それそれ、でこのスマホにその写真入ってるから店員さんにまで見せといたから。それいらん。私ここのケーキでやったんですよ。それいらん。息子にも言われた。なんで言うねん。それ全然いらん。昔こんなんやったんやでって知らんと思うよ、あのお姉ちゃんは言うて。教えてあげたんやで、私は言うて。よう知ってんな。そうそう、何でも知ってんの。何でも知ってんの。何でも知ってんのか。何でも知ってんの。ほんなんもう今度からあんたに聞くわ。もうこのおっさん最高やな。ここな、あの、うん、もともと車屋でフェラーリとか飾ってて。 あ、そうなん。そうそう、 2,3 年前までは車屋。あー、なんかね、大浴場もあるし。あ、ほんま。いや、えらい立派なアパホテルやな。そう、アパ&リゾートやから。あ、そうだよ。でも違いは分からへんけど、うん、私もよく分からんけど。ああいうのがリゾートなんや、多分な。あ、そうなん。残念ながらホテルに到着しました。じゃあな、こんなまた。あ、またな。はいはい、よろしく。またね。またね、4ヶ月後。お前頑張ってお金貯めて。お前だ、健康に気をつけて。ほんまやで、お前。来るわ。もうすぐ死ぬとか言うなよ。いや、それは YouTube の売りやから。他のもん売れよ、お前。そうね、頑張ります。ありがとうな。そうだね。うん、よろしくね、奥様方に。よろしくね、バイバイ。ありがとう。はいはい、怒られるわ、今から怒られてくる。美容院のためだけじゃない、この人たちに会うためにも健康でいて、また東京に帰ってきたい。帰った帰った、心の友達帰った。いや、楽しかった。顔出しいいって言うから、あの、頑張って編集します。彼らのためにも心を込めて編集しました。親友に、奥様に、この東京に感謝、そして家族と視聴者様に多大なる感謝です。改めまして、六本木のリゾートをご紹介いたします。窓から東京タワーとギロッポンの夜景を眺められます。こちらは18階です。絶妙な場所に高層ビルで、うまく撮れないんですけれども、これほら綺麗でしょ。上がオープンの怪しげなプールは一見ラブホ。すごい、アパホテルの18階、すごいよ。バスロマン、これ入れるの。いや、怖いけど、あんまり水綺麗じゃない。え、何？あ、冷た、冷た。これは入ったら死ぬやつや。すごい、ほっこり柚子の香りやって。これがアパ&リゾートのゆえんやね、きっと。これいいやん、夜じゃないわ、昼間もいいかも。誰もいいひん、貸し切りやな。すごい、東京タワー、すごい。ほら、アパホテルやるな。ここに座ったらめっちゃくつろげるんじゃん。おお、あ、ちょっと、え、こっち、あ、ここ、ここいいわ。お月さんと東京タワーとギロッポンの図、花札みたい。なかなかでした。すごいな、このなんか絶妙にダサい感じがええな。天井がオープンで、ここからもお月さんが見えてました。最高。ほら、これもダサい。ダサくて最高。50歳リアルの就活、初のメンシップオフ会とサークル同期同窓会の会でした。まだまだこのシリーズ続きます。編集頑張ります。最後はメンバーシップのお知らせです。リアルのメンシップ、メモリーハウスリアルは3つのレベルに分かれております。リアル交流290円のレベルにご入会いただきますと、メンバー限定の動画やライブをお楽しみいただけますので、よろしければご検討くださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。ツイッター、インスタもやってます。それではまた。サブチャンネル、リアルのしゃべりの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。